実はだってもう考えてる最中、佐々木さんマジ黙ってくんないと思ってるから。すいません。はい、皆さんこんにちは。メカニック TV サポーターのさぎです。本日も整備士や自動車業界の気になることを話していきたいと思います。ゆきさん、よろしくお願いいたします。お願いします。これがあるということは、まだ続いてたのかね。整備士クイズを。こんなやるぐらいだったら、本当せっかくこのサンタで一周してくれた方が絶対視聴回数増えると思う。あれ帽子が帽子つけてくださいよ、帽子をこんなクイズやるくらいだったらこれをちょっと360度からカメラで見るぐらいの方が絶対上がると思うんです。ゆきさんが来たらきっと360度。私のファーザー、私きったないつなぎ姿が好きなんだけどね、これを恒例にしていきたいと思います。はい、クイズ会やっていきたいと思います。整備士のね、復習クイズということでいきたいと思います。ゲレンすごいタイミングあっちゃった。何もそれなんか合わせてないのあっちゃった合ってきた。一覧的にはいきたいと思います。ピストンリングに関する記述として適切なものは次のうちどれか、正しい記述を探しましょうという問題です。1番、テーパーフェイス型のコンプレッションリングは修道面が円弧状になっている。2番、オイルリングはシリンダ壁を潤滑した余分なオイルをかき落としながら燃焼室の機密を保持する役目をしている。3番、コンプレッションリングやシリンダが摩耗していると圧縮及び燃焼工程時における燃焼室の機密不良の原因となる。4番、コンプレッションリングの摩耗水損やシリンダの摩耗があると吸入工程時にオイル下がりの原因になる。4問の中から適切なものはっていうことなので、合ってるのだけ一つ選んでください。すいません、私は結局言ってることは、ね、自分分かってないので答えを書いていただいて、前回ね、文字の大きさが自信の表れで、ね、ちっちゃくなって、ゆきさん可愛いです。もう字を大きく書いてくださいって言われて、おじゃん。3番、だってこれはさ、シリンダーが摩耗してたら機密不良ということで、答えは3番でよろしいでしょうか。4と悩んだけど、ということで、じゃあ正解を発表したいと思います。正解は3番、大木さん大正解です。すごい。これはだってほら、シリンダーとかが摩耗してるとエンジン機密不良ですよね。1は、そもそも文章がバレルフェイス型の説明、ね、ちょっとよくそれ分かってない。1番はもう意味が分からないから多分違うだろうなみたいな言ってることで意味が分かってないから正しいはずがないだろうなっていう。なるほど、ただのそういう理由。なるほど、これは違うなみたいな2は機密保持の役目はない、ピストンリングにね、で4番は圧縮工程時にオイル上がりの原因となるが正しい記述です。ピストンリングしてるピストンとリングが2個とかしてる。そこではシリンダー側についてるから、シリンダーが摩耗すると、まあ、機密不良だね。すごいです、大正解です。いい感じじゃん。すごい、受かるかな。1級やっちゃいます。1級いけます。これ3級とかの問題3級絶対間違えられないじゃん。私めっちゃ思ったんだよ。でももう1問あるんで、次じゃあそちらも正解していただいてということで、もう1問いきたいと思います。ででんおやきさん、早速いってくれます。いいよということでいきたいと思います。ででん、ガソリンエンジンの燃焼に関する記述として適切なものは次のうちどれか。1番、一般に始動時高負荷時には理論空燃費より薄い混合気が必要となる。2番、燃焼蒸発ガスに含まれる有害物質は主に窒素酸化物である。3番、ノッキングの害の一つにエンジンの出力低下がある。4番、ブローバイガスとはフューエルタンクなどの燃焼装置から燃料が蒸発するガスを言う。ただこの回、あと推進権っていうねこっちも読むのにちょっと若干真剣なんですすいませんね、本当にすごい真面目に答えなんか言ってるんですけど、実はだって考えてる最中、佐々木さんマジ黙ってくんないと思ってるからすいません、ちょっと黙ります。うさぎ黙りますうん、適切なのでしょう、ホッキングなんてお友達だから。じゃん、こういう感じでしょ。ノッキングってよく、ノッキングしてるなってよく言うんだよね。3ということで、違うかな。エンジンの出力の低下ってどういう意味だ。3
はい、ということでよろしいでしょうか。正解は、キキさんすごい3番です。やったー、すごい全問正解じゃん。すごいです、全正解です。1は正しくは指導時、高負荷時には二老苦燃費より濃い混合器が必要。まあ、指導時とか負荷がかかってる時は燃費が悪くなるからね、混合器自体も濃くなるから。混合器って空気とガソリンが混ざってる空気っていうんだよ。2番は窒素酸化物ではなく炭化水素が正しい。燃焼蒸発ガスに含まれる有害物質は窒素酸化物ではなく炭化水素が正解です。4番、文章が燃料蒸発ガスの説明、だからガソリンエンジンの燃焼に関する説明ではないということで、正解3番です。すごいです。で、今回の問題どうでしたか？ちゃんと考えればわかるね。すいません、黙りますよ。前回はさ、一個一個長いからちゃんと読むとわかるわ。ちょっと偉そうに言っちゃった。失敗したらやだから今やめよう。ちゃんと読んだら、ゆきさんは全問正解。こんな時間かけてられないと思うよ、本番は。何分で何問だったか覚えてないけど、ちゃんと読めば分かるよね、やっぱり。じゃあ次から時間制限とか持ってた方がいい。すぐ答えるってなったらやっぱ難しいけど。続くの？続くんじゃない？いいんですかね。メカニック TV、 今回の感想をじゃあお願いします、問題を。まあ、こんな必要ないよ。テストを取るときに必要な知識であって、まあ、いざノッキングする車が入ってきましたって言ったときに見るものって、これ文にするとやっぱ難しかったりさ、経験とかがあるから、これもし失敗したとしても責めないでいただきたい。知識としてその試験に合格するときは必要だけど、ちゃんとノッキングとか直すから、これを間違ったとしてもイコールできない整備士っていう認定は避けていただきたい。視聴者の皆様も全問正解、ね、できましたか？感想ぜひコメントでぜひ。持ち込まないで、間違えて持ち込まないでね、カドルってコメント待ってる。あ、それ皆さん書いてくださいね。よろしくお願いします。さて、今日のメカニック TV はここまで。ありがとうございました。メカニック TV、最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル、あとコメントなどよろしくお願いします。